よりちょっと辛いめ、もう一つ辛いめってあるんです。コロッケバーガー1個です。コロッケ独特のすりつぶしじゃがいもというか。一ついくらなんですか？170円です。安。はいどうも皆さんこんにちは、関西エンタメ目のとこです。今回はここ大阪府東大阪市にあります近鉄沿線布施駅前にやってきました。関西の方ならねご存知かもしれませんが、布施駅は近鉄奈良線と大阪線が入り混じる一大ジャンクションの駅になってます。ただ、一言物申させていただきたい。なんで快速急行止まらへんねん。見てくださいこれ、こんなに大きい駅なのになんで快速急行止まらへんねん。俺はもう日本近畿鉄道さんに物申したい気持ちでいっぱいねんけど、今回はねこう来て何をするのかというと、近鉄沿線ぶらり旅していこうのコーナー、インフセになってます。とね、今回は布施駅周辺の商店街、またおすすめのお店とか屋台とかね結構並んでたりするんで、そのご飯とかをパクリと食べていこうじゃないかというコーナーになってます。なんかね関西のテレビでありそうなコーナーなんですけど、隣の人間国宝っていう感じで、ね、布施駅の魅力っていうのを全力でお伝えしていきたいと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。このね近鉄沿線の旅っていうシリーズ、皆さんの反応が良ければ、シリーズ化していきたいと思いますんで、皆さんのコメントお待ちしております。じゃあ早速、昼は百姓が栄え、夜はディープな街と化す布施駅行ってみましょう。行くぞガチャイ。近鉄布施駅の南改札口になります。キュービーハウスとかお花屋さんとかドラッグストアが出てきます。こんなに栄えてるのになんで快速急行止まらへんねん。キノコノコノコ元気ノコってね思いながらも進んでいくと、はい、こちらにはね宅配ボックスね、アマゾンとか受け取れるボックスもあります。でこちら布施はね、この恵比寿さんの町といって商売繁盛を願う町にもなってます。ちょっと一応触っとこう、ちょっとお腹触っとこいっちゃおう。南の改札口出て、右に出ると福地ロード広小路というところに出ます。うわ、鳩えぐい、えぐい鳩おるぞ。これ近づいたら飛んでいくんちゃう。うわっ商店街のところにはね、屋根もあるんで雨もしのげるような構造になってますね。高級食パンの野上、あ、こちら布施駅発祥の元禄寿司。元禄寿司は美味しいよな、食べたことないけど。キノコノコノコ元気ノコ、こちら一条通りっていうところを進んできたんですけど、はい、続いてこちらフラワーロード本町、こちら進んでいきます。お菓子デパートのヨシヤがあるじゃないか。ここね一回天理でお邪魔させていただいたお店なんで、こんなところにもあるのかな。このね鳥源ラーメンってのもめちゃめちゃ美味しいって聞きます。上にはねアーケードがあるんで雨風しのげるんで便利ですね。福寿司、このディスプレイがうまそうだ。これ布施の名物七味唐辛子ですよ。じゃあこんにちは、隣の人間国宝さんも出るんじゃないですか。人間も昔にね、どれが人気ですか。いや辛さだけ聞いたらこれは一つで作るんです、七味を。そういうこと、これ調合する。はい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 、これがごちそうやからね、初めからこんな腐れへんからね。普通よりちょっと辛いめ、もう一つ辛いめってあるんです。普通辛いめ、もう一つ辛いめのところで、あんな辛口って言うんですけど。よろしいですか。辛口作ってください。はい、これ白ごま黒ごまね。おにぎりにパラパラしてるでしょ。してますね。で
これね、はい、おのみって言うて朝のみですねんけど、行ってあるから大丈夫です。関西はこれですけどね。で、これが青のみ。青のみ。これチンチ言うてみかんの皮ですね。みかんの皮、ね、これ知ってはるね。一味唐辛子ね。一味ですね、うん、一番辛いやつ。これこ こんだけ入れるんですよ。あ、もうどんどん入れちゃってください。の山椒って言うて香りのやつ。結局香りこれとこれとで香り付けするんですけど。なるほどですね。ようおうどん屋さん行きはったら七味ってくっついてるでしょ。 ありますね。あれをこと思ったらすごく香りいいですよ。香ってみてください。よければ。お、すごい匂いする。これね、こんだけたくさんいっぺんに使わないから、うん、今言うてるみたいにジブロック入れて保存してください、うん、エラ落とす。はい、このくらいほどその七味の入れ物にポッポッと振りかける入れ物に入れて、うんうん、あと保存は冷凍して、あの空気抜いてこうして。冷凍ですか。冷蔵庫でもいいです。冷蔵でいいですか。冬やったん。毎日やられてるんですか。木曜だけお休みにしてね。はいはい。だいたい朝10時から3時ぐらいまで。マジですか。すごいいい香りしました。いい香りしました。はい、ありがとうございます。はい、いただきました。これちょっとまた帰って感想を言いたいと思います。商店街はこんな感じになってますよ。で、なんやこれ、サンドバーガー1個180円だと。これはうまそう。すいません。はい、コロッケバーガー1つ。はい、コロッケバーガー1個です。はい、これすごいな。すごい美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しいじゃん。コロッケ独特のすりつぶしじゃがいもというか。あ、ユージュバス。はい。めっちゃ美味しい。そんな言わんといてください。めっちゃ恥ずかしいですよ。バンズのふわふわ感とコロッケ特有のじゃがいものほんのりした甘さ、これに山人さん独特の特製ソースがかかってるから、これ180円のクオリティとは思えへん。やばい、結構ボリュームあるわ。うん、お花屋さんもありますね。バナナ50円。安いですね。なんでこんなに安いですか。地域から。ああ、もう地域直送で。メンテンプラ。こんにちは。お店いつからやってるんですか、お店。12年ぐらい経ってます。12年、すごいですね。どれが人気ですか、ちなみに。あ、当店の名物はこちらの玉ねぎ店になります。玉ねぎ店、はい、じゃあ玉ねぎ店一つお願いします。一盛りで、もしあれでしたら。一ついくらなんですか。一つ70円では安っ。じゃあ3つお願いします。はい、ありがとうございます。玉ねぎ天ぷら、いただきました。いろんな店あるな。いや、なんか独特なキャラクターやろ、サニア。一応商店街は終了。これね、市場通りと続いていきます。韓国の店かな、これ。すごいな、これ玉ねぎ店。いただきます。わあ、ほんのり甘い醤油だれと玉ねぎがたっぷり詰まってもう絶妙に美味しい。まあ、一口サイズでパクって食べれちゃうから、これ何個でも食べれちゃう。ここはね、172号線という道路になってます。でね、こっち側に、近鉄布施駅があるんで、またこっち北上しながら歩いていきたいと思います。という感じでプチロード広小路進んでいきます。でっかいパチンコやな。おお、韓国料理、なでしこ、ベトナム食品店。あ、ブラックタイガー。あ、キスの約束しませんか。閉まっちゃったんか。いろんな飲食店さんがあるな。
金太郎パン。めちゃめちゃいい匂い。どれにしよう、チョコにしよう。292円。はい。いや、金太郎パン購入しました。早速食べていきましょう。これからいただこうか。うん、味のないやつ。キノコノコノコ元気ノコ。でも美味しい、ほんのり甘いわ。味選びたいっていう方はきちんと一品一品選んで買った方がいいと思います。じゃあちょっと食べながら進みましょう。ここの洋菓子屋さんも結構人気です。はい、という感じでプチロードヒロコウジでした。あ、YouTuber、YouTuber です。桜井のパン屋さんで働いてて、来てくださったんですよ。え？ありがとうございます。え、マジですか？そう、奈良の人なんで。え？ちょっと待って、ちょっと一瞬で分かったから。ちょっと待ってください。ボーノっていう。あ、ボーノ、ボーノ。え、もう見ました、ほんで。え、ほんますか？それをきっかけに、いろんなやつ見てます。マジですか？いや、めちゃくちゃ嬉しいです。頑張ってください。ありがとうございます。また奈良でもいっぱい。あ、もちろんです。教えてください。あ、ほんますか？ちゃんと聞いてやろうかな。ありがとうございます。うわ、めちゃめちゃ嬉しいです。うわ、ありがとうございます。びっくりした。めちゃめちゃ嬉しいねんけど、声かけられる？すげえ。なんかね、もう徐々に徐々に影響力ついてんのかなって思います。もうほんまに知らん人に声かけられたの初めてだったんで。って言いながら、3種のお楽しみのエクレアいただきます。うん、中にチョコソース入ってる。これ300円、めちゃめちゃ安いぞ。うん、ちょっとね、北側のこっち側進んでいきましょう。こっちにはね、ギゴ Get into Gaming Oasis。 不正規自体がロンモールっていうモール状になって、一番初めて出てったのがここ。で、この辺に商店街があるんですけど、今ね、このギゴっていうところ右側に入れます。こっちが北へ、こっちが南。次はアジロードっていう飲食街行ってみましょう。ここがロンモールアジロード商店街になります。で、右側にはブランドリフテっていう、夜になったら結構ディープな街並みと化す商店街になります。まずアジロード行ってみましょう。朝4時までベニス。どこ車来てんの？しっぷいカラオケなんて。これすごくない？マクドナルド。これパンの耳って、買えるんですか？